あなたは銀河鉄道999のヒロイン、メーテルのモデルとなった人物を知っていますか？昭和生まれが選ぶ華麗なるヒロインの中で第3位にランクインしている銀河鉄道999のヒロイン、メーテル。時代を超えて今もなお不動の人気を誇っていますよね。そんなメーテルですが、実はモデルとなった人物が実在するんです。その人物は楠本貴子という女性で、彼女は明治時代の混血美人としても広く知られています。また銀河鉄道999の作者松本零士さんが貴子の写真を偶然見た時、こんなことを言っていたそうです。まさに彼女こそ自分が理想として描きたかったメーテルそのものだ。銀河鉄道999の大ファンならこの逸話は知っているかと思います。しかしメーテルのモデルと言われている楠本貴子が混血美女ゆえにどんな生涯を送ったのかということはあまり知られていないようです。では楠本貴子は一体どんな生涯を送ったのでしょうか。明治時代の混血美人楠本貴子の壮絶すぎる生涯とは、メーテルのモデルとなった美女楠本貴子の人生とは一体どのようなものだったのでしょうか。こんにちは、女子高生 VTuber の春日陽です。今回はメーテルのモデルとなった楠本貴子の波乱万丈な生涯について紹介したいと思います。それでは早速見ていきましょう。楠本貴子の祖父シーボルト。まずは楠本貴子の祖父シーボルトについて紹介していきます。シーボルトという名は皆さんも学校の授業で一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。彼のフルネームはフィリップ・フランツ・バルタザール・フォン・シーボルトです。シーボルトは江戸時代後期に長崎・出島のオランダ商館を通して日本に出入りしていた数少ない外国人です。シーボルトは東洋学の研究を志す医師で、ドイツ人であることを隠してオランダ人医師として日本に入国しました。彼が自身をオランダ人と偽った理由は、当時の日本が鎖国真っ只中にあったからです。この頃の日本は中国とオランダしか受け入れていませんでした。そのためドイツ人であるシーボルトはオランダ人と偽ることで日本にやってきたというわけなんです。簡単に言えば違法入国ということですね。でもなぜシーボルトはそんな危険を冒してまで来日したのでしょうか。それには彼なりの目的があったようです。日本にやってきたシーボルトがまず行ったのは、西洋人として初となる出島の外に塾を開校したことでした。そこで診察を行う傍ら、人々に西洋医学を教え、彼は瞬く間に凄腕のオランダ人医師として広く知られるようになります。ちなみにシーボルトは塾の受講料の代わりに弟子たちにある課題を出していたそうです。その課題とは、日本の医学や歴史といったあらゆるジャンルをオランダ語の論文にまとめて提出するというものでした。なぜそんな課題を出したのか不思議ですよね。実はシーボルトは以前から日本の研究がしたいと思っていたそうです。そのため弟子たちにあらゆるジャンルの資料を論文にまとめさせ、さらにオランダ語に翻訳させることで自身の日本の研究をはかどらせるという目的があったんです。弟子たちにとってはオランダ語を学ぶ機会にもなるので、ウィンウィンといった関係だったみたいです。さてここまでは医師として日本で活躍するシーボルトについて紹介しました。シーボルトは日本に西洋の医学を普及させたとても素晴らしい功績を持つ人物です。しかしその輝かしい表舞台の裏では、実はとんでもないことをやっていたとか。ではシーボルトが裏でやっていたとんでもないこととは一体何だったのでしょうか。実はシーボルトは日蘭貿易の市場調査としての裏の顔を持っていました。そして診察や講義の傍ら、彼は日本文学、植物標本、美術工芸品といった日本特有の様々な物品を熱心に集めていたそうです。その中でも特に力を入れていたのは植物標本の収集で、もともと
動物学や植物学にとても興味があったようです。シーボルトはわざわざ庭園を設け、なんと約1400種類の植物を収集し育てていました。そんなわけで、シーボルトがわずか6年の滞在中に集めた日本に関するコレクションはなんと数万点にも及ぶと言われています。その後、シーボルトは当時のヨーロッパにおける日本研究の第一人者として高く評価されました。つまりシーボルトには表と裏の2つの顔があったんですね。その顔をうまく使い分け、日本に潜り込んでいたようです。ところがこの後、シーボルトはある悪事がバレて厳しく罰せられてしまいます。しかもこれが自身を長い間苦しめることとなるんです。それは一体何だったのでしょうか。その話に移る前に、次は楠本貴子の祖母お滝と2人の出会いについて紹介していきます。楠本貴子の祖母お滝とシーボルトとの出会い、次は祖母お滝さんと祖父シーボルトとの2人の出会いについて紹介します。シーボルトが日本にやってきたのは1823年のことでした。彼は来日早々、長崎奉行所の計らいで出島の外の蘭方医奈良林家に出張し、日本人の診察や治療を行っていました。そこでシーボルトはお滝さんと呼ばれる有名な美女が診療にやってきて出会うことになります。そしてシーボルトはなんと彼女を見た瞬間に恋に落ちてしまいます。同時に診察にやってきたお滝さんもシーボルトに恋をしてしまったそうなんです。そしてこの時の女性こそが後に貴子の祖母となる楠本貴という人物だったんです。これがお滝さんとシーボルトの出会いでした。二人とも出会ってすぐに恋をしてしまうなんて運命的なものを感じますよね。ですが二人の恋は何かと大変だったようです。当時のお滝さんは薩摩藩御用達の商家で駒使いとして働く17歳の女性でした。しかしシーボルトと愛を育むには一つ大きな壁がありました。当時出島には一般女性が立ち入ることは禁止されていたそうです。そのため恋仲になったにもかかわらず、二人はなかなか会うことができませんでした。そこでお滝さんは丸山の遊郭引田屋に相談し、遊女園木という名を借りて出島に出入りするようになります。そしてシーボルトから熱烈なプロポーズを受けたお滝さんはやがて彼と一緒に暮らすようになりました。ちなみにシーボルトが美しく咲くアジサイを初めて見た時、その花にお滝さんの名前を取ってヒドランゲアオタクサと名付けたようです。この名は日本植物史に記載されたそうで、この逸話からシーボルトのお滝さんへの愛の深さが伺えます。恋人のために遊女になったお滝さんも、新種の花に彼女の名前を取って命名したシーボルトも、二人とも本当にお互いのことが大好きだったんですね。そんな二人の仲睦まじい姿が想像できます。シーボルトとお滝の悲しい別れ、次は晴れて恋人になり同居を始めたシーボルトとお滝の突然すぎる悲しい別れについて紹介します。順調に愛を育んだ二人はその後めでたく結婚しました。そしてシーボルトが来日して4年目の時に娘のイネが生まれます。しかし翌年の1828年、幸せの絶頂だった二人に悲劇が起こります。その悲劇は、日本で5年間の任期を終え、シーボルトが一時帰国の準備をしていた時に起こりました。船にはシーボルトが収集した珍しい品がたくさん運び込まれていましたが、出航する予定だった船が嵐に見舞われて座礁します。そして足踏みしている間に、なんとシーボルトの持ち物に国外持ち出し禁止の資料が含まれていることが発覚したんです。その中には伊能忠敬の日本地図も含まれていたそうで、他にも葵の紋入りの着物など貴重な品の数々が含まれていました。この一件でシーボルトは身柄を拘束されて取り調べを受けることとなり、彼が収集したコレクションの多くは没収されてしまいました。さらにシーボルトは江戸幕府によってその罪を問われ、即時国外追放再渡航禁止の処分を受けてしまいます。罪を犯してしまったシーボルトは妻と当時2歳だった娘
稲と引き離され、失意の中、日本を後にしました。あまりにも突然すぎる永遠の別れに、シーボルトもタキも、そして娘の稲もとても辛かったでしょうね。そしてこの出来事は、後にシーボルト事件と呼ばれるようになります。ちなみに、おタキと稲を長崎に残していくことになってしまったシーボルトは、二人の生活費として1000万円以上の資金を置いていったという話もあるようです。また、シーボルトは妻おタキと娘稲からもらった毛髪を手に、こんなことを語っていたそうです。片時も、お前たちのことを忘れたことはなかった。しかし、シーボルトがドイツに帰国した後も、おタキとの交流は続いていたそうで、シーボルトは家族に宛てた手紙をいくつも出していたようです。その手紙には、片言ながらも日本語でこう書かれていました。毎日おタキと稲の名を呼んでは、二人より愛する者は現れないだろうと思いを馳せている。シーボルトが愛用していた地球儀は、日本だけがすり減って削れていました。その理由は、彼が二人を思い出すたびに、日本を指でなぞっていたためです。そしてその思いが届いたのか、1859年にシーボルトの追放令が解除されることになったんです。こうしてシーボルトは、約30年ぶりに再渡航を果たし、おタキと稲に再会することができました。最悪な形で、妻と子供に別れを告げることになったシーボルトですが、愛する家族と再会できて、まさに感無量だったのではないでしょうか。シーボルトを追って、女性医師となった娘、楠本稲。次は、父、シーボルトが国外追放処分になってしまった後の、楠本稲のその後について紹介します。父と突然別れることになってしまった稲は、当時2歳ととても幼い子供でした。そのため、稲は父の顔すら覚えていなかったようです。その後、母のおたきが再婚すると、稲は義父と共に生活を始め、寺子屋へ通い、勉強好きな少女へと成長します。しかし、稲はこの頃はまだ珍しい混血児だったため、それだけで差別の対象となり、世間から偏見の目を向けられていたそうです。幼少時代から辛い経験をした稲は、いつしか私には普通の恋をして、結婚して、子供に恵まれるような人生は無理でしょう、と考えるようになります。しかし、そんな稲にも夢中になれるものが一つだけありました。それは、シーボルトから送られてくるオランダの書物を読むことだったんです。稲は医学書や蘭学書に触れることで、次第に医師であるシーボルトを追うかのように医者の道を志します。当時は女性に対する差別も根強かったはずなのに、医者になるという大きな夢を持つことはとても勇気のいる決断だったと思います。果たして稲は女性医師になれたのか、彼女のその後を見ていきましょう。14歳になった稲はシーボルトの門下生だった医師二宮圭作を頼り、医学全般を学ぶために伊予宇和島へと渡ります。圭作はシーボルトの弟子の中でも特に抜きんでた技術を持ち、シーボルトからも娘を頼むと強くお願いされていた人物でした。また彼はシーボルトが罪に問われた際、共犯者として投獄されています。そしてこの時シーボルトが身を挺して圭作を守ったという恩もあり、彼は終生稲のことを気にかけていたようです。こうした経緯もあり、圭作は稲に医学の基礎を授けたと言われています。そして稲が18歳の時、村田蔵六からオランダ語を学び、産科医である石井宗建のもとへ弟子入りしました。しかし、産婦人科医としての一歩を踏み出そうとした稲に、ある悲劇が訪れます。シーボルトの血を引く稲は、日本人離れした顔立ちに、背の高い美しい女性に育ちました。そんな彼女を男性が無視するはずなどなく、稲に惹かれていた石井宗建は、彼女に全くその気がないにもかかわらず、稲に猛アプローチし続けていました。そしてその思いを遂げるため、なんと稲を無理やり手ごめにし、彼女はその一回で妊娠してしまいます。しかし稲は、産婦人科医を目指す者として、堕胎を嫌い、長崎に帰って出産する決意をしました。そして生まれたのが、今回の主役である、貴子です。貴子は、稲の望まぬ妊娠の末に生まれた子供だったんですね。それにしても、日本初の女性産婦人科医を志す稲が
出産で辛い経験をするというのはなんだか皮肉な話です。でもそんな境遇にも負けずに医師としての道を貫こうとするイネは本当に立派な女性です。その後着実に医師としての実績を積んでいったイネは東京の築地に産婦人科医院を開業しました。さらに医術の腕を見込まれて明治天皇の女官羽室光子の出産立ち会いを任されることもあったようです。このようにイネは日本初の女性の西洋医としての立場を確かなものにしていきました。ちなみに当時の日本ではお産は汚らわしいものと認知されていたそうです。そのため出産を間近に控えた妊婦は不衛生な小屋で隔離され出産を行うのが一般常識でした。しかし西洋医学を学んだイネはそれまでの常識を覆し現代に近い出産のあるべき形を説きます。そして彼女は日本における産婦人科の発展に大きな影響を与える人物へと成長しました。現代の女性がより安心して出産に挑むことができるのはイネの努力があってこそだったんですね。父シーボルトの功績もすごいですが彼の娘であるイネも素晴らしい医師ですよね。母と同じ道を歩むも挫折を味わう高子。次は日本初の女性産科医となったイネの娘高子の育ちについて紹介していきます。母イネは普通に結婚し子供を産むという人生を諦め医師として生きていくことを決意しました。イネは医師として働くシングルマザーだったため高子を祖母お滝に預けることになります。そんな高子はお滝の家で13歳まで育ちました。父親もおらず幼少時代から母親と離れて暮らす高子はどんなことを思いながら毎日を過ごしていたのでしょうか。そう考えるとなんだか悲しい気持ちになってしまいますよね。しかしシーボルトから送られてくる医学書などにのめり込んだイネと同じように高子にも夢中になれるものがあったようです。高子の世話を頼まれたお滝は女性に学問は必要ないという考えの持ち主でした。その代わり祖母は高子に琴や三味線などの芸事を熱心に教えたそうです。ちなみに当時母のイネは自分と同じく高子に医学の道を志してほしかったため芸事に打ち込む娘に落胆したという話もあります。イネが産科医としてのキャリアを着実に積んでいく中高子は芸事に夢中になっていたんです。では年頃になった高子はどのような日々を過ごしていたのでしょうか。高子は母の死二宮圭作の縁により宇和島藩の奥女中として奉公を始めました。そして1866年、高子は三瀬修造と結婚します。三瀬修造という人物は二宮圭作の甥でありシーボルト門下生の医師でもあります。二人は仲のいい夫婦でしたが子供に恵まれず、さらに結婚11年目で修造が病気を患い他界してしまいます。一人残されてしまった高子は悲しみに明け暮れますが、異母兄弟である石井信義の下で産婦人科医の医術を学び始めました。もしかしたら高子は医師だった夫の思いを引き継ぎたい気持ちがあったのかもしれませんね。いずれにせよ母の稲と同じ運命をたどっていて、やっぱり親子なんだなと思いました。こうして高子は医者を志すようになりましたが、残念ながら彼女の夢は道半ばで閉ざされてしまいます。なんと高子も母稲と同じように彼女の美しさに惹かれた医師片桐重明に手ごめにされてしまったんです。しかも高子も稲と同様にたった一回で妊娠し、身重となった彼女はショックのあまり医者を諦めることになりました。残酷な運命というか、産婦人科医を目指す二人がたどる出来事にしてはちょっと胸が痛くなりますね。その後高子は長崎に帰り男の子を出産しています。そして子供に亡き夫の名前修造と名付けました。亡くなった夫の名前を自分の子供につけるなんて、それだけ修造のことを高子は心から愛していたということですね。ちなみに高子の息子修造は後に医師になったと言います。医者の夢を断念せざるを得なかった高子にとってはせめてもの救いだったのかもしれませんね。また高子は医師山脇大輔に求婚されて再婚し、3人の子供に恵まれました。しかしようやく人並みの幸せを手にした高子に2人
再び悪夢が襲います。なんと大輔と結婚して7年目の時、高子はまたも愛する夫に先立たれてしまったんです。その後、高子は母稲のいる東京へ移り住み、彼女はそこで幼い頃に身につけた芸事で生計を立てて暮らしていました。晩年は母稲と静かに暮らし、再婚せずにその生涯を終えています。楠本稲は日本人女性初の産婦人科医になり、その娘高子は途中で医師の道を断念しました。しかし閉ざされてしまった高子の夢は息子修造によって紡がれていくことになります。稲と高子には悲しすぎる共通点もありましたが、日本に西洋医学をもたらしたシーボルトの医師は確実に子孫たちに受け継がれていったんですね。楠本高子はメーテルのモデルではなかった？最後に銀河鉄道39のヒロイン、メーテルのモデルについて紹介します。明治時代の美人として必ずと言っていいほど登場する楠本高子。しかし厳密に言うと彼女がメーテルのモデルだったとは言えないようです。2018年に作者の松本零士さんがインタビューで次のように語っていました。まず中学の時に八千草薫さんの顔を自分好みに修正して描いたのがありました。これが後のメーテルなんかの顔にそっくりなんですよ。この発言から松本さんが高子をモデルにしヒロインのメーテルを描いたというわけではないことがわかります。ちょっと残念な気もしますが、メーテルと高子は全く関係ないというわけではありません。松本さんは母の実家の隣にある寺で高子の写真を見る機会があったそうです。そして高子の姿を見た松本さんは後にこんなことを語っていました。これがまた八千草さんを修正して描いた絵に似ているんですよ。私の先祖も見ていたでしょうから、遺伝子というのはびっくりしますね。松本さんと高子には何か不思議な縁があるように思えますよね。そんな二人にはいくつか共通点があるようです。まず高子が亡くなった1938年に松本さんが生まれています。そんな運命的な偶然もあり、調べてみたところ、なんと松本さんの母が愛媛県大洲市の出身で、高子の最初の夫修造も同じ出身であることが判明しました。つまり松本さんの母親と高子は近くに住んでいたということになります。しかしこの話の真相についてははっきりと断定はできないようです。さてここまでは銀河鉄道39のヒロインメーテルと楠本高子の何とも不思議な縁について紹介しました。残念ながら厳密には高子がメーテルのモデルとは断定できません。しかし松本さんが高子を初めて見た時、自分が描いてきた女性と気づき大変な衝撃を受け写真に見入ってしまったと振り返っています。そして私が描き続けてきたのはまさにこの女性だととても驚いたそうです。そんな松本さんは若い頃、美しい女性として切れ長の目と細い顎を持つ女性を描き続けていました。松本さん自身もなぜそんな女性を理想的に思ったのかは自分でもよくわからなかったようです。ところがひょんなことから高子の写真を見る機会があり、ついにその謎が解けたといいます。松本さんは私が先祖から受け継いだ記憶によって自分の理想とする女性像が出来上がったのだと感じたそうです。つまり自分の中にある記憶から松本さんは知らず知らずのうちに高子のような女性を理想としメーテルを描いたということですね。しかもメーテルと高子の共通点は美しい容姿だけではなく生き方そのものも似ているような気がします。もしかしたら彼女たちの生き方も松本さんは無意識のうちに描いていたのかもしれませんね。さて今回は以上です。いかがでしたか？高子や母稲には混血という偏見の目やその美しさから数々の辛い経験がありましたね。しかしそれを幾度となく乗り越え、どんな差別にも負けず決して希望を捨てることはありませんでした。私たちも彼女たちと同じく辛い状況に遭遇したら嘆くばかりではなく、自分から何か行動に移すことが大事なのかもしれませんね。さてこのようにこのチャンネルではレトロな歴史や文化、明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は
今すぐポチッとしておいてくださいね。